はい、こんにちは、山際と申します。というか、おはようございますの時間なんですけどね。消防車来たな。さあ、今ね、私どこにおるのかというと、これ三重県四日市市西浦かな、西浦通りの、あたりにいます。消防署で中署と、市立病院の間ぐらいのところですね。さっきも今救急車の音聞こえましたけど、救急車がね、よく通ることで四日市市民の間では非常に有名なあの通りのあたりですね。で、今西浦通りがずっと北の方にね、向かってく行っているところです。さあ、ということでですね、今日はね、何をやっていこうかというと、久々の連休大型企画でございますというわけでございますね。いやー、やりますよ。いつ以来かな、ちょっと思い出せない、すぐにパッと思い出せないというか、運転しながらなんでね、あれなんですけど、今回はね、うちの鉄板企画、鉄板なのかな、ターミナル企画やってこうやないかというわけでございますね。単体でやろうっていうのは本当に久しぶりじゃないですか。三重県の JR 完全制覇以来かな。とにもかくにも、ターミナルの企画をやろうというわけなんですけど、で今回はね、じゃあどこでターミナルのね、いわゆる真っ平駅、路線図の一番端っこにある駅ですね、先がない駅ですね、行き止まりになっている駅のところを全て回ろうという企画なんですね。で、今回はね、どこでやろうかというと、名古屋鉄道、名鉄さんですね、でやっていこうと思います。いやー、久しぶりのですから大型ですね。やはりね、名鉄さんといえば今でもね、全国第3位か、ね、路線も誇る、巨大施設ですし、名鉄さんはね、何せ特徴としてね、扇の要と呼ばれるね、名鉄名古屋駅を中心にして、うわーっと視線が、細かい視線が広がってるんで、路線図ね、見てもらったら分かると思いますけど、まあまあいろんなところにターミナルがあるわけでございますよ。ということなんでね、これはね、なかなかね、攻略の違いがあるぞと、いうわけでございますね。ということなんで、今日はですね、もう泊まりがけの予定で、行きたいなと思っております。一応1泊2日で、回り切ろうかなと思ってるんですけど、朝からやらかしましたっていうのはですね、本当はもう朝の、5時とかそれぐらいから、もう始発からでも回らないと、私だってね、バカじゃないんです。名鉄のターミナル回るの、これは大変やなというので、もう前々から予測がついてるわけでございます、ね。ですからね、パッと見とったらね、これはもう多分始発から回らんと無理やなと、いうのはですね、全然差しがつくわけでございます。おや、レッカーが出ちゃってるね。あ、油まいてやらかしたね。でいうことなんでね、もう朝から動くぞということで、朝の5時にね、予定ではね、一宮に、入ってね、5時台にはもう一宮に入って、5時半ぐらいからね、始発があるんでね、美佐線とかあっちの方に行くね、やつがあるんで、そっちの方に行ってというふうにね、頭の中では思ってたんですけどね、まあ年末仕事忙しいじゃないですか。これ仕事明けの1日目なんですけどね、ものの見事に、大寝坊しましたね。朝起きたら7時でした。何なんでしょうね、不思議なもんで、仕事だとね、全然、絶対タイマーが鳴る2分前に起きるんですよ。なのに、いざプライベートとなった瞬間に、目覚まし時計、いつもと同じ音量にしてあるはずやのに、全く気づかずに、そのまんま、見事に寝てましたと、いうことでございます。それでね、慌てて起きて、今車でね、ずーっと、名古屋方面に向かって行ってるという感じでございます。で、どうしようかなと思ったんですよ。もうこの時間になっちゃってるんでね、電車で行った方のがいいのかどうかっていろいろ考えたんですけどね、一宮
に行こうと思うとぶっちゃけ車の方が早いですよ。路線図をね Google マップで見てもらったら分かると思うんですけど、四日市から一宮って、ちょうど牧田の位置あたりなんですよね。で近鉄名古屋線とか、名古屋方面っていうのはなんとなくねその、地図のイメージだと四日市からずっと北に行くとね、名古屋っていうイメージがあると思うんですけど、結構東の方にそれてるんですよ。北東寄りなんですよね。で、ですから路線図も基本的には全部この1号線とかっていう道も南北に走ってますよってね普段から言うはするんですけど、厳密に言うとかなり東に寄ってるんですよ、はい、ですので斜めになってるんですよね。ですからこれね電車網も全部斜めに寄っちゃってるんで、車だとねこっからそのちょっと堤防沿いとか走ったりとかっていうね、ことができますんで、途中で切り替えてね、くの字になるって言ったらいいのかな、くの字のでピュッと、一宮の方面に行けるんで行きようがあるんですけど、案外ねその電車だとね、それが、難しいよということなんでちょっと時間がかかってしまう。まあもういっそのことね、いわゆる一宮スタートじゃなくてももうこの時間だったら関係ない感じはするんですけどね、そのあたりもねちょっとどうしようかな。まあいざとなったら桑名のあたりから電車に乗って名古屋からスタートでもまあまあまあありっちゃありなのかなとかね思いながらねやってるわけでございます。まあただまあターミナルやったらね、まあ、ちょうどええ駅あるじゃないかと、思うかもしれませんね。路線図見とったらね、いや一番四日市から近い名鉄の駅って言ったらここやろってね、弥富駅っていうところがあるわけです。まあうちのところでもねちょっと紹介したことがありますね。弥富駅から乗ればターミナルね、ちょうど端っこの支線から始めてるし、行き帰りも楽やし、ええんやないのと思うかもしれません。私もねその案はね最初考えてたんですけど、実はですね弥富駅だとちょっといろいろと問題がございまして、まあ簡単に言うとこの後フリー切符を使って、やろうよっていう予定なんですけど、もうフリー切符を当日ね現地で調達するんですよ。もう前もってね、一回ね名古屋の方に行けたらよかったんですけど、ちょっと名古屋に行く時間なかったんで、切符をね用意できてないんで当日、駅で買うっていう風になるんですけど、実は弥富駅だと買えないんですよね。その無人駅ではないんですけど、その名鉄の駅じゃないんで管理が JR になっちゃってる兼ね合いで、普通の有人駅だとそのフリー切符、有人駅のところで基本買えるんですけど、弥富駅と、あとどこだ赤池駅だけは名鉄のその管理駅じゃないんで残念ながらここでは買えないということなんですね。ですのでやったらね仕方ないんでね、まあこう、それで最初はね一宮からね、一宮だとまあ当初の予定の話だけたらればの話になっちゃってますけど、しておくと要は一宮スタートだと支線がねあそこからいろいろと分かれてるんですよね。微細線が分かれているね、それはねうちの前の動画でも、紹介をさせてもらっておりますけどね、その兼ね合いであそこから始めると細かい視線、いわゆる電車の本数の少ないところからね、パパッと潰せるんで、そうするとね予定がだいぶ楽になるなぁと思ってたんですけどね、まあ全く思ってない。朝の7時スタートではどうにもならずね、という感じでございますね。まあ何はともあれもう早速ねどうなるのか分かりませんけど、どんどんと進んでいきたいと思います。というかね疲れがね言うてね残ってますんでね、あんま長時間運転したくないなってのもあるんで、桑名かな、桑名スタートかな、まあ、予定は桑名スタートでやっていきたいなと思います。まあ次どこについてるのかお楽しみ。では一旦、目的地のどこが目的地になったあれですけど、道中で回って車の画面になっとったら多分対馬か一宮方面向かったらいいかなと思っておいてください。ではよろしくお願いします。どうぞ。
さあ、ということでね、桑名駅までやってきましたけどね、ちょうど、600円のね、ところがあったんで、1日600円でね、これ行こうかなというわけでございますね。ちょっと中に入ると一気に高くなっちゃうんでね、24時間料金がなくなっちゃいますんでね、駅からもう歩いてね、多分今ノーカットで出してると思いますけど、こんだけの距離でね、24時間600円やったらいいですよね。ここなんかもね、ここまで歩いてくると一気にね、こんな感じで24時間料金じゃなくなっちゃいますからね。いや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 、それありがたいですね。本当、人生初ってくらい久しぶりにガチガチに着込んでますね。こんな感じでね、珍しく。もうなんか今年って、思いっきり寒いですからね。さあ、ということでね、今度ね、これ、なかなかね、歩きづらいというか、荷物も持ちづらいですね。慣れてないんだよな、こういうのに。とりあえずどんどんと先に進んでいきたいと思います。